丈夫ですかね。はい。いや、あ、皆さんありがとうございます。本当に。久保さんも声かけていただいてありがとうございます。そうですね。今ちょっと見たんですけど、160円いってましたね。と思いますけどね。はい。はい、はい。そうですね。まあ、皆さん、状況、ね、バラバラでしょうから、いろいろ。はい。そうですね。そうですね。まあ、さすがに本番でしょうね。そうですね。一回久保さん、一回か二、三回久保さんと動画のやり取りさせていただいて、はい。で、それでまあ、エイダでまあやっていくかなっていうふうに決めて、はい。それでまあ、とりあえず、まあ、寝起きしてくれるので、ネタには事を書かなかったかなっていうところですね。あ、そうですか。ちょっと。うん。あ、そうですね。まあ。はい。はい、はい。まあ、それは、久保さんがね、ずっと続けるだけで、なんていうんですかね、それだけでもなかなかできないことだって言ってたんで、ね、まあ、逆に続けるだけで、それなりの結果が出てくるかもなっていうふうに思えたっていうところですかね。はい。はいはい。そうですね。まあ、値上がりすると見てくれる方が増えてくるので、はい。12月ぐらいからやっぱ増えてきましたね。見てくれる方が。はい。はい。はい。よろしくお願いします。あ、そうですか。いや、こちらこそ。ああ、そう。うんうん。そうですかね。はい。そうですね。そう。そうですね。まあ、人気が出ても、まあ、目が見えなかったら、そこでやめればいいやと思って。という感じですね。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。いえ、こちらこそありがとうございます。はい。はいはい。はい。そうですね。はい。私、マクダと申します。今住んでるのが静岡県の浜松市になるんですけど、まあ、あと住んだことがあるのは大阪と東京ですね。はい。で、大体浜松が、多いです。で、ちょっと離婚して今一人でちょっとやってて、時間がね、あるので、まあ、動画撮れてるっていうところもあるんですけど、それで、今は、一人で、まあ、子供はね、別居でいるんですけど、一人でちょっと生活をしているという状態です。で、仕事はですね、まあ、工場で働いてたんですけど、去年の夏にちょっといろいろ、まあ、問題があって、辞めて、で、辞めた後でね、ちょっとエイダが上がってきてくれたので、ラッキーっていう、たまたまですけど、よかったなっていうふうに思ってますね。はい。で、まあ、趣味とかあまりないんですけど、まあ、本当にちょっと、
エイダを理学したりできるようになったら、少しね、あの旅行行ったり、バイク乗ったり、音楽やったりしようかなというふうに、ね、思っています、はい。そんな感じですかね。はい。ご紹介的にはそんなところです。はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい。そうですね。ありがとうございます。はい、はい。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい、はい。あ、バクちゃんってやってます。はい。はい。はい、はい。はい。あ、そうですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。チャンネル名は、まあ、バクちゃんという名前でアカウント持ってるんですけど、体の枝10万円勝負っていうシリーズでずっとその名前で、やってます。ちょうど一昨年の3月に、YouTube 動画を、まあ、どうやって撮ろうかなと思って、久保さんにね、ちょっと相談いろいろさせてもらって、で、まあ、こんなネタも考えてるし、こんなネタも考えてるしって言って、で、このネタでやるんならこうしたらいいよ。で、エイダでやるならこうしたらいいよっていうアドバイスいただいて、で、ちょっと考えて、まあ、エイダで行こうかなっていうことで、始めました。それで、今、ちょうど2年経って、あの、おかげさまで1000人、先月超えまして、はい。で、その後も、まあ、久保さんがね、メールにつけていただいて、それで、あの、知っていただいた方もこの中に見えると思うんですけど、それからまたちょっとね、順調に増えまして、今、1160ぐらいになってます。ありがとうございます。はい。で、ありがとうございます。で、おかげさまで、この Google AdSense の、なんていうんですかね、この、あのね、これから収入になるというやつですね。はい、今、手続き中です。おかげさまで。ありがとうございます。はい。で、そんな感じでやってます。で、いつも10分ぐらいのね、あの動画を毎日、あの、チャートを見ながらちょっと話して、新しいネタを付け加えて、で、10万円でいくら儲かりましたよ。言って終わるという、そのパターンをね、崩さずに、2年間一応やってきました。はい。それで、まあ、もともとスタートしたのは、まあ、先ほどお子さんにちょっと相談したということは伝えましたけど、あの、やっぱり、あの、ネタが、まあ、値動きしてくれるので、さっきも言ったけど、あの、ネタにはなんとかね、あの、困らずに、毎日喋ることはできるだろうなって考えたのと、あと、なんだろうな、値上がりしたときにね、注目を浴びるかどうかっていうところで、あの、そこでダメだったらやめるっていう判断がつけれるなと思って、そこまでやるというふうに決めて始めたということですね。はい。そんな形ですので、今ちょうど盛り上がってきたので、もうちょっとはね、続けていこうと思っているところです。はい。そんな感じですかね。はいはい。そうですね。はい。そうですね。はい。そうですね。まあ、最初は、あの、まあ、久保さんはね、もうプレセールから入ってずっと前からやってたんですけど、僕はビットコインを、まあ、テレビとかでたまに見てたんですけど、とてもあんなの買うものじゃないとずっと思っていて、で、エイダが百何十円って言い出して、ビットコインが200万だって騒ぎ出して、その騒ぎでなんだって見に行って、買った頃にはもうだいぶ下がってきてて、で、その後に、まあ、例のいろんな方のね、インフルエンサーっていう方が、あのコインが出る、あのコインが出る、上場、あと半年後にするぞとかっていうのをいろいろ見て、じゃあこれ買ってみようかな、5万円、これ買ってみようかな、10万円ってやって。で、それでどん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 、まあ、2、3ヶ月のうちにもうダメだっていうのがね、まあ、スピンドルの話もありますけど、あ、もうこれ俺、変なことやってるなっていうふうに気がついて。で、それで、
やっぱりちょっと勉強しないといけないなと思って、まあ、そこから初めて本読んだりしだしたんですね。で、その後に、まあ、マコボさんとか、まあ、それでもまだいろいろ動画発信とかしてる人もいたし、まあ、その本とかもいろいろ調べればあったもんだから、で、ちょっと勉強して、で、まあ、映画をちょっと買い増しするならありかなっていうふうにだんだん思うようになっていったっていう感じですかね。はい。そんな感じで映画に絞ったっていうところですね。はい。はい、はい。はい。うんうん。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい。はい、今1160ですね。はい。あ、そうですね。はい。まあ、ちょうど今、160円ぐらいになったので、その、だいたい、20倍ぐらいですかね。ぐらいになったってところですね。はい。はいはい。はいはい。はいはい。あ、そうですか。ありがとうございます。あ、そうですか。はい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 。ああ、ありがとうございます。はいはい。そうなればいいなと思いますね。確かに。はいはい。いい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい。はい。そうですね、まあ、いろいろ、まあ、もともとね、YouTuber っていう言葉を知って慣れたらなっていう単純な憧れもありますよね。はい。で、それで、やっぱり会社員やってて、で、まあ、投資をやって、まあ、投資信託とかちょっと、株とかね、いろいろ手は出してたんですけど、やっぱり、まあ、金持ち父さん、貧乏父さんじゃないですけど、自分のビジネスとかね、あの、子さんもアフェリエイトとか、いろいろ、あの、紹介されてますけど、その、やっぱ自分のビジネスも大事だとね、子さんも言ってられるので、やっぱりなんか、あの、誰かにお金を預けるだけ、あとは月給だけじゃない、その真ん中のなんかビジネスみたいのが、なんか欲しいなと。で、まあ、アフィリエイトとか、なんか、転売とか、まあ、いろいろあるんですけど、だったら、YouTube で、まあ、自分の、まあ、ちょっとなってみたいっていう単純な好奇心もあるし、まあ、やってれば少し IT も詳しくなるかなというところですね。で、あとちょっと、あの、SNS というか、こういう、なんだろう、放送みたいなやつだから、ちょっとさっき別居してるって言った子供たちも、なんか自分の親としてね、やってることを見せられるっていう手段にもちょうどなるかなと思って、それが、まあ、続けるモチベーションになったというか、ありますね、そういうのはね。その3つぐらいかな。はい。あ、そうですね。はい、はい。そうですね。まあ、中身はそっちの、その離婚の話とか子供の話とか別にしないんですけど、そうですね、まあ、最初は悩んだんですよね。その
子供、まあ、今そのちょうど同じような立場の人がその国会に対して、ちょうど久保さんがね、あの国会に対してなんか政治のことを発信されてる、ああいう感じでその離婚した時の、 あの共同親権、単独親権の問題とかそういうのを発信してる人とか、ああいう形で最初やろうかと思ったんだけど、あれだとちょっと続かないなと思って、はい、ちょっと言葉も汚くなるし、多分奥さんの愚痴言うだけで終わりだなっていうふうに思ったので、ちょっとそれはあの、まあ、ちょうどこういう形である程度発信して聞いてくれる方がね増える時になるまで、増えるまではちょっとそういうことはやめとこうと思って、それでやっぱりエイダでまずは続けて、まあ、発信力を得て、まあ、で自分も楽しめて、まあ、エイダが値上がりすればなおいいと、そういう感じですかね。はい、そうですね、わかります。はい、おかげさまであんまりあの否定的な意見をもらったりサムダウンはないですよ。まあ多くても 2,3 個なんですね。時々あの反対なんか意見をくれる方もいるんですけど、まあなんかやり方おかしいって、まあ指導してもらえると思って軽く流すっていうところが悪いですけど、はいはい。一番ひどかったのはあのサムネイルにあのアンゴロさんのあの四角い顔の人形ってわかりますかね、アンゴロさんって有名な暗号通貨の YouTuber の方がいるんですけど、その方の絵を前面に出しちゃった時があって、はい、その時にあのガーッと言ってくる人がいましたね。はい、はい、お前の見たいんじゃないんだみたいな。はい、はい、ああ、なるほど。うん。うん。ですね。はいはい。うん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 。はいはい。そうですね。はいはい。だから、はい。エイダのツイート見ててもちょっとね、あの誰かを非難するのとか、まあ自分もちょっと言葉が汚くなったりする時があるので、ちょっとそれはなるべくやめようかなとは思ってはいますけど、はい、そんな感じ。あ、はい。あ、そうですか。はいはい。ありがとうございます。はい。うんうん。はい。あ、なるほど。そうですかね。はいはい。はいはい。ちょっと気をつけていきたいなと思います。あ、はいはい。ですね、まあちょっといろいろ家の中でごたごたがあっていろいろ悩んでるときに、久保さんがあの、なんだろう、たわいもないことっていうと失礼ですけど、もういろんな小さな話題をね、取り上げて、自分の意見とか、吉谷さんと意見交換したりとか、まあ最近はね、あの花屋さんとかずっとやってるじゃないですか。だからああいうのをなんかで見たときに、まあ久保さんが、なんかその家族関係とかについてね、あ、なんとなく自分で引っかかってたことをちょっと喋ってたので、あ、この人いいこと言うなと思ってで、それからちょっと見るようになって、で暗号通貨やってるのはまだ全然知らなくて、久保さんが、でその後あの 1.4 倍とか FX とか、
あの辺でもうちょっと久保さんのことを見るようになって、それで、まあ、まだ3万円しか払ってないんですけど、久保さんで入れてくださいって言って、その辺の情報をいろいろくださいっていう感じで入っていったっていうところですね。だからいろいろその、最初はもうどの動画、たくさんありすぎて分かんないんですけど、どの動画か。だけど、久保さんの喋ってるのが、やっぱ、久保さんの視点、やっぱ独特なところがあるので、それがちょっと自分に合うところがあって、あ、またこの人だ、あ、またこの人だ、みたいになっていって、だんだんちょっと見るようになったという感じですかね。はい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 。うんうん、あ、はいはい、そうですね、今って何だっけな、今1日何本くらい撮ってるんですか、ダイレクトメールもされて、ダイレクト動画っていうか、そういうのもやられてますよね。1日何本くらい撮ってるんですか。毎日ですか。すごいですね。はいはい。だから、久保さん、多分昔、それも昔よりやっぱり増えてますよね、きっと。昔も多かったけど、そうでもないですか。ですよね。はい。だから、私も、うん、久保さんが数増やしてるような感じがしたので、まあ、久保さんが増やして毎日やってるんじゃやめれないなと思って、1日1本の自分がね、はい。っていう感じで、ちょっと続けれたっていうのもありますよ、おかげさまで、本当に。はい。ああ、はい、なるほど。うんうん。はいはい。うん、そうですね。はい。なるほど。なるほどね。はいはい。うん、はい。はい。だから、ちょっと私も、ちょっとね、まあ、線越えて、少し余裕が出てきたら、ちょっと幅もね、広げていければな、というふうに思ってます。はい。ああ。なるほどね。はいはい。はいはい。そうですね。うんうん、ああ、なるほどね。はいはい。うん、ああ、なるほど。はいはいはい。はいはい、なるほどね。はいはい。そうですね。はい。なんか考えていきます。トラさん以外にも何かあります。トラさんが好きなのはね、いろいろ拝見してますけど。ドカ弁です。ああ、はいはい。それ紹介してるの見ましたよ。ああ、はいはい。はいはいはい。なるほど。はいはい。ああ、そうですよね。なるほど。はいはい。ああ。ほんとすごいですね。なんか、インプットの量っていうと堅苦しいですけど、漫画とか本とか、ね、
自治会もやられてるのに、本当にお子さんもいるし、すごいなんか、詰めていろいろ密度高くやられてるなと思って、見てるたびに感心するんですけど。はい、まあそうしていきたい年ですよね、もうそろそろね。はい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 はい。はい。今、まあ、10万円勝負以外もちょっと持ってはいるんですけど、まず10万円勝負で話をすると、10万円勝負は、去年、おととしの3月の、おととしの3月っていうかな、ごめんなさいね、おととしに、7円ぐらいまでじわじわ上がってきたときに始めたんですね。はい。で7円ぐらいに上がってきたから、第1回目を取って、まあ、これからどん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 上がっていけば、多分視聴者も増えてくれるかなと思って始めました。はい、で、10円まで行ったんですけど、その後下がって、で、ずっと5円、3円とか、またちょっと上がったけど、ずっとまあその1桁をね、ずっとほぼ2年間ぐらいこう続けてきたわけですね。はい、で、まあ、私、その前に一番最初に A で買ったの40円で、初めて買ったんですよね。で、それでもう、おしめで買ったつもりが、どん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 一桁まで来ちゃって、それでまあ、おしめ買いで10万円勝負をちょっとやってみたっていう感じなんですけどね、全体、広い目で見るとそういう形なんですよ、私自身は。で、なので、ちょっとその、最初に入った40万円とかね、高いところで買ったやつは、まだ大して、まあ、それでも4倍ぐらいになってるわけですけどね。で、実際10万円勝負でいつも計算してるやつは7円で入ったので、ちょうど今日おそらく計算すると、20倍ぐらい、20倍か21倍ぐらいになってるということなので、金額だとだいたい10万円が200万円ぐらいになってるということです。はい。だからこれが、そうですね、パーセントで言うと 2000% ぐらいのプラスになるので、これを、まあ、1万パーセント勝ちましたとかって毎日言ってれば、もうちょっとまた見てくれる人が何言ってんだこいつって言って見てくれる人が増えてくるかなと思います。で、不安に関してはやっぱり落ちていったので、まあ、さっきだんだん勉強してADAに絞っていったって言ったんですけど、まあ、ブロックチェーンが何かっていうところをやっぱりちょっと調べて、で、暗号が大体こんな感じになってる、まあ、数式は分かんないですけどね、暗号の仕組みとかになってて、で、まあ、あとはだんだんそのエマー語とかチャールさんの発信とか、ああいうのも聞くようになって、まあ、総合的に見ると、まあ、ビットコインとかブロックチェーンとか暗号通貨自体はまあ残っていくだろうなと。で、お子さん言われるように、あとはじゃあ何が残るかっていう話ですね。はい、で、本当に他と同じように比べて ADA がいいって判断したわけじゃないんですけど、まあ、ADA はそのピアレビューって言ってね、学会でやった人たちが、まあ、学会でやったというか、学会でちゃんと間違いないっていうふうにある程度判断されたということで、まあそれ、そういう見方をすると、まあ、暗号通貨の中では最高っていう形ですよね。はい。なので、まあ、なんとか耐えられたということです。はい。はい。はいはい。はい、はいはい、うん、はい、うん、はい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 、
はいはい。そうですね。あ、そうですか。はい。ああ、そうですか。はい。そうですね。上がってきてから、3円とか4円とかうろうろしてるときに、毎日、発信してるのはあなただけだったよって言ってくれる人がいて、で、おかげで、まあ、売らずに済んだって言ってくれる人がね、何人かいたので、非常に救われましたね、本当に、私も。はい。あ、嬉しいです、本当に。ですね。まあ、見えてきたのか、増えたのか、ちょっとわかんないですけど、はい、そうですね。はいはい。そうですね。はい。すごい嬉しいですね。はい。何ヶ月かぶりに、こう、コメントくれる方とか、はい。いるし、まあ、初めてだけど、実は前から見てたよって言ってくれる人もいるので、はい。本当にありがたいなと思いますね。はい。で、はい。で、結局、まあ、最初から、まあ、こんなはっきりしたイメージじゃなかったですけど、その時に始めれば、多分、ADA の発信をね、ちゃんと、暗号の中身をね、分かってるような人たちが発信しだしても、とりあえず先にやって、始めて毎日続けてるっていうことだけで、とりあえず特徴は出せるかなと思ったもんだから、続けるだけが特徴でもいいやと思って、どうせ頭いい人に中身では負けるので、もう愚直に続けたっていうだけの、あれに、位置づけでいいなと思って、はいはい、やりましたね。はい、そうですね。はい、はい、そう思います。そうですね。はい、そうですね。はいはい。そうですね。はいはい、そうですね。あと、まあ、そのビジネスとかある人は、多分その別に1000に行くの待たずに、そっちと並行で多分やって、うまくコラボしていけばいいかなと思うんですね。自分の場合はちょっとそういうのがなかったので、とりあえず1000行ってから考えようっていうことだったんですけど、はい。ああ、はいはいはい。はい。そうですね。なるほど。はい。はいはい。ああ、そうですね。はい。はいはい、そうですね。はい。そうですね。まあ、ツイッターとか見てると、もうそうですね。まあ、ツイッターに僕拾ってますけど、
やっぱり誰かが言うと、まあ、それをどんどんみんなでリツイートして回してるので、いいネタとか、体の、そのいいネタはみんなどんどん広げてるので、まあ、そういう感じで、どん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 広がっていけば、まあ、買う人も増えてくるかなと、注目も浴びるかなと思いますね。はい、なるほどね。はい、そうですね。はい、まあ、今、そんな感じ、ちょうどどん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 なってきてるので、まあ、今入る人は早いうちに入った方がいいかもしれないですね。そうですよね。本当にすごいですよね。なんか、本当にそう思いますね。本当すごいですよ。はい。はい。そうですね。やっぱ今、なんですかね、そのやっぱリーダーがいろいろ引っ張っていくような時代なので、やっぱりチャールさんの存在が本当に大きいですよね。はい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 、羨ましいです。はい。ああ、なるほどね。はい。あ、そうですか。すごい。どうしましょうね。わかんないですね。いつなるかがわかんないです。うんうん。そうですね。そうですね。はい。まあ、そう、まあ、いずれそういうのいっぱい出てくると思いますよ。日本の中でもね、おそらく。で、うん、やっぱ、お金持ちに急になって、生活が変わってきたり、いろいろそれをまたね、発信するような方も出てくるだろうし、ちょっとそれを気をつけないといけないなと。まあ、自分のお金の管理も大変になってきますしね、本当に気をつけることが増えてくるかなという気はしますけど。そうですね。やっぱり、まあ、中身は、まあ、言ってる人、いろんな話を聞いてね、いいなと思えば、買うのはもうおすすめなんですけど、やっぱり値段が上がったり下がったりするので、やっぱそれに耐えられるっていう確信だけ持って入るのがいいかなと。これからまた2年ぐらい、ね、下がりした状態だけで、また推移してしまうかもしれないですしね。はい。ただやっぱりリスクが大きい分は、やっぱそのリターンも高いので、はい、あとあれですね、やっぱり個人に責任が乗っかってくるので、なんだろう、そのパスワードなくしちゃうとか、パソコンの管理が悪くて、スキャムでやられちゃうとか、そういうのが必ず可能性はあるっていう、ゼロに、全くゼロになっちゃうっていう可能性だけはちょっと踏まえた上で、爆上げを待つという。感じですかね。はい。うん。あ、そうですね。はいはい。はいはい。
はい、そうですね。そうですね。思います。そうですか。そうですよね。そこら辺が違うのがなかなかわかんないですね。難しいと思います。それは怖いですね。そうですね。お子さん、そういうの多いんでしょうね、おそらくね。だから、だから、エイダ持ってる人もね、だんだん、エイダ持ってることを言わない方がいいとか、だんだんそういうふうになっていくと思いますよ。もう持ってるとお金持ちっていうことになっていっちゃうといけないので、気をつけた方がいいかなと。そうですね、なんかでね、プレセールで買った人は、リストがもう税務署に渡ってるとか、渡ってないとか、なんかの読んだことがありますけど。そうですね。そうですよね。ひどいですね。そうですね。そうですね。ステーキングは、まあ、年利ほぼほぼ5%、まあ、結構ブレるんですけど、ぐらい、まあ、エイダベースで増えるので、持ってる方はね、やった方がいいと思います。そうですね。そうですね。すごい。ね、わかんないです。そうですね。そうですね、まあ、ちょっとダブりますけど、そのお金をまず暗号通貨に行っていいのかどうか、まあ余計なお世話なんですけど、手元のお金なのか、長期で運用するのか、
どういう位置づけのものを暗号通貨に行くのかっていうのをちょっとはっきりさせて、ゼロになる可能性があるということだけはね、認識しておくということで、で、まあ今いろんな商品、ノンファジブトークンとか、ね、デファイとかいろいろあるので、できる限りちょっとリサーチはね、した方がいいと思います。で、まあリサーチしても多分体のになるっていうパターンが結構多いと思うんですけど、それならそれで一緒に楽しみましょうということで、はい、よろしいんじゃないでしょうか。はい、はい、そうですね。そうですね。はい。はい、そうですね。はい、はい、はい、そう、はい、まだカルダノ、うん、カルダノもうまだ開発が終わってるわけじゃないじゃないですか。だから本当に年単位で待って、そこからどうなるかっていうぐらいの感覚で、やっぱ長期で見た方がいいと思いますね。そうですね。はい。ああ、そうですね。そうですね。はいはい。10年はまだ。そうですね。そういうのまあね、あれば話題になるので、ちょっと残念な気がしますけど、まあ運よく当たるってことはなかなかないと思いますので、はい、さっき久保さん言われたように上場してるのでいいやつを選ぶっていうのは基本じゃないかなと思います。はい、はい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 、よろしくお願いします。あ、はい。私はできない範囲であればお答えします。はい。はい、そうですね。よろしくお願いします。はい。はい。あ、どうしよう。ちょっと YouTube に、メールアドレスを書くようにします。今多分いろんな情報のリンク先しか入れてないと思うので、じゃあしばらくちょっとメールのアドレスをちょっと私のその10万円勝負っていうチャンネルやってるので、そこのコメント欄のところに
お問い合わせ先みたいのをちょっとしばらく、Gmail のアドレスを入れておきますので、はい、そちらに何かありましたら、はい、ぜひどうぞ。はい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 、ありがとうございます。はい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 、そうですね、はい、またよろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、はい。ですね、ちょっとまあお願いがありまして、ちょっと聞いていただける方がね、いらっしゃるので、非常に押しつけがましいというか話なんですけど、ちょっと私離婚で悩んでたっていう話をしていて、その今国会とかでも問題になってる単独親権共同親権の問題を分かってほしいと思ってるんです。なのでちょっとね、この実子誘拐っていうちょっとセンセーショナルな名前の本と、自分の子供を誘拐するっていうね、要は離婚するときに子供を連れてどっか遠く行っちゃって、それで片方の人はもう一生会えなくなっちゃうとか、そういう問題なんですね。でこっちはステップファミリーって言って、離婚した方が、まあ、なんだろう、また結婚再婚されてね、でそこに、まあ、子供がいるという話なんですよ。でこちらのどっちの話も、前に虐待でね亡くなった岩ちゃんっていう女の子がいるんですけど、これから頑張ってできるように、いろいろできるようになりますから許してくださいって言って殺されちゃったというね。でその子の話から、両方ともその子の話から始まってるんです。でその話をちょっと知ってほしくて、差し上げますんで、メール読むからちょうだいって言ってくれればお送りしますんで、ね、ちょっと僕としてはこの話をね知ってもらいたいんです。なのでこれをメール住所とか教えてくれればお送りしますのでね、ぜひ言ってください。だからこれを読んでくださいというのがお願いで、もう一個は ADA をね持ってる方は、ちょっと僕ステッププールを今やろうと思って勉強して作ってるんですね。 できたらまた一応動き出したんだけど、まだブロック作れるっていう確信が持てないので、また紹介するときがあるので、そのときはちょっとでも委任していただければ助かりますので。でお願いばっかだとあれなので、ちょっとプレゼントというかちょっと準備しました。でこれはADAのイベントに行った時のお土産で、ちょっと文鎮っていうのかな、ちょっと使い道あまりないかもしれないですけどADAの文鎮、こっちダイダロスの絵ね。でこれが一つで、あとこれ携帯の後ろに貼る、なんていうのかな、ここに、そう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 、これがビットコインの柄になってるんですね。はい。で、これを一つ。で、あと、スペシャルなやつが一個ありまして、ですね、これ、わかります？これ。そうです。チャールさんの柄の T シャツ。これ。はい。これは非常に可愛くて、で、出た時にもう1年半ぐらい前かな。自分で買ったんですけど、パッと見て、ちょっと小さくて着れないなと思ったので、こういう機会があるためにと思ってちょっと残してあるんですね。で、これがちょっと欲しい方は、メールください。ただ、ちょっと数が、本は差し上げるんですけど、この今言った3つ、これとこれと T シャツは、ちょっと1個しかないので、1個しかちょっと差し上げられないので、抽選、で、抽選どうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくADAの10万円勝負なんで、ADAの値段当て勝負でいきたいと思います。なので、ちょっと3月中募集しますので、私毎日動画撮ってますから、3月の終わりね、3月31日の動画で、最後私が締めるときに、今日はいくらですので計算しますって言います。で、今日だと大体160円か155円とかそのぐらいなんですけど、そのときに、
3月31日の僕が動画を撮って締める時の値段がいくらかっていうのを予想して送ってください。で、その方に、まあ、どれが欲しいか書いてもらって、このうちの。で、その、一番近い人が欲しいって言ったのから順番にお送りします。はい。僕の気持ちはちょっとこっちの本を読んでほしいんですけどね。はい。ということで、こっちはただで差し上げ、全員に差し上げますんでね。はい。それくらいかな。で、あとまあ、皆さん YouTube 頑張られてる方も、単純に高3の関係でっていう、見られている方もいらっしゃると思いますけど、20人近く来ていただいてありがとうございました。本当に。はい。で、来ていただいて、時々コメントくれる方もね、ちょっといらっしゃるようなんで、本当にいつもありがとうございます。はい。また、よろしくお願いします。なんか質問とかはいいですか？ちょっと時間長くなっちゃったかな。あ、別に書いてないですけどね。あれば。はい。こんばんは、加藤と申します。あ、どうも、お疲れ様です。この間対談されてましたね。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、僕も久保さんとか、涌田さんの YouTube を見て、出遅れ組で今、暗号通貨の勉強をしているところで。あ、そうですか。はい。で、はい、カルダノも買いたいな、買いたいなって待ってるうちにまた上がってしまって、なかなか買い場が、はい、訪れないもんですから。そうですね。はい、まだまだ可能性はあると思うんですけど、はい、そうですね、なんか、まあ、カルダノ以外に、今、注目してらっしゃるものとかって、なんか、ここ数年ずっとウォッチされてて、なんかありますでしょうか。それは暗号通貨ですか。暗号通貨で。暗号通貨で、はい。暗号通貨はすみません、僕も本当にカルダノしか見てないので。さすがです。浮気せずに。他をちょっとね、見てられない。今、本当にデファイとか、もういろいろポルカドットも急に上がってきたし、まあ、ビットコインもまだ上がるかっていうことですけど、やっぱりまあ、ビットコインは、まあ、中身がそんなにないってこともないですけど、やっぱりスマートコントラクトが、ね、まあ、分裂しちゃってるって経緯もあるし、で、第二世代と言われてるイーサリアムも、まあ、スペックだけ比べると、まあ、カルダノの方が一応上っていうことになってるんですね。まあ、私が論文読んで比較したわけじゃないから、なんとも言えないけど、で、そう考えたときに、まあ、あとはじゃあその第三世代の、その、カルダノのスマートコントラクトの機能を備えてたり、あとその誰も管理しないというところが大事というか、まあ、いろいろ管理するブロックチェーンもあるし、管理しないブロックチェーンもあるんですけど、管理しないブロックチェーンの中では、ガバナンスっていって、その分裂しないようにずっと継続していくっていう仕組みを作っていくっていうのが最後大事になるんで、そこまで考えてちゃんとやってるかどうかっていうところが、生き残るかどうかの違いになると思うんですね。だからそこまであるのが、ちょっと僕が見てる中ではやっぱカルダノかなっていう感じがするんです。だからまあ、その上がり下がりはね、もっと激しいやつがいっぱい出てくると思うんです。だけど、まあ、いろいろ世の中のためにもなるし、値上がりも期待できるっていう意味では、まあ、あんまり他を見なくていいかなっていう気がしてます。はい、だから、カルダノっていうか暗号通貨はボラティリティが大きいので、だったら別の資産の投資信託とか株とか定期預金とか、そういうふうにちょっともうちょっと広いアセットクラスでこう分散していくっていう考え方の方が大事かなっていう気がしますけど。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、動画の今日から概要欄にちょっと書いておきますんで。はい。あとごめんなさい。ちょっと CM 入れるようにしちゃったんですいません。見にくくないように控えめに入れてるんですけど、ちょっとそこら辺ご了承ください。すいません。はい。あ、はいはいはい。ありがとうございます。はいはい。
そうですね。はい。そうですね。はい。はいはい。そうですね。はい。はい。そうですね。そうです、そうです。いろいろ絡んでますね。そうですね、はい、だからその価値観、まあ、価値観、感覚だけで言うのもよくないんですけどね、はい、それがいろいろ今、いろいろ混乱してる時期なのかもしれないですけど、ちょっともう一回、もう一回見せておきます、これね、ステップファミリーという言葉と、まあ、自習会というより、まあ、共同親権という言葉がね、これから新聞によく出てくると思うので、ちょっと覚えておいてくれると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、お送りします。はい、ありがとうございます。そうそうそう。はい。そうです、小道具。はい、あとこれ。一応これ、本当に可愛いので、私好きなんですけど。だからこれ、最初買った時に小さすぎたので、もう一回メルカリで、数ヶ月前に自分に合うやつをね、買いました。だからこれは、ちょっと160センチぐらいの方、いいかなと思いますね。女性の方とか、はい、はい、はい、よろしくお願いします。あ、川原さんありがとうございます。加藤さんも読みたいって言ってくれてありがとうございます。はい、はい、そうですね。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっと、あ、ごめんなさい。せっかく、ズームなんで、画面をちょっと共有して、はい。まあ、すぐ終わりますけど、はい、はい。ああ、そうですね。ありがとうございます。単純に最後に、これを確認して終わりにしたいなと思って。はい。今日160いったんですね。ここ、ちょうど160なので、160円をつけましたということで、多分サムネに書いたりすると思います。今157円ですけどね。はい。ちょっとそういう感じでございます。はい。じゃあ、任せていただいたので。はい。はい。はい、ちょっと。はい、計算します。ただ、そうですね、初めて2000%いったので、ちょっとそれを、そういう喋り方をするかなと思いますけど、また聞いてください。はい。じゃあ、よろしいですかね。じゃあ、皆様ちょっと遅い時間、10時ですよね。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。